うるさいな、おちおち昼寝もしてられないよ。何の音だよあれ。ああ、あれね、ついに工事始まったね。工事？向かいに高層マンションが建つんだろう。え、そうなの？なんで誰も教えてくんないの？いや、ずっと前からうちにも地上げの人来てたよ。ずいぶんと強引な感じだったらしいけど、うちの方は町内会が強いから地上げに失敗したって母さんが言ってた。え、マジ？全然知らなかった。どうしてそういう重要なことをお兄ちゃんに教えてくんないの？逆になんで知らないんだよ。だいたい周り見りゃわかるだろ。そこら中に高層マンション反対って張り紙してあるのに。え、あの張り紙ってそういう意味だったの？その気づかなさ、やばいだろ。随分とグレートなものが立ちそうだな。いつかは俺たちの城か？そんなわけないでしょ。オークションだよ、オークション。ニートに変えるわけないよ。わーい、マンションが建ったらずっと日陰だね、ここ。へっ、驚いてんのか笑ってんのかわからないよ。それに自分が言ったことで驚いてるし、てかトドマツも二度驚く意味わかんないし。やっぱりほら、変化をつけていかないと飽きられちゃうかなって思って。てへ日陰わーい、日陰わーい。シャドウピッチングでフルカウント。嬉しくないよ。ただでさえクズニート6人が集まるむさい部屋なのに、万年日陰になったら地獄だよ。よし、マンション工事をやめさせよう。強引な地上げしてるようなところなら悪いことしまくってるに違いないからな。クズニートにはクズニートのやり方ってものがあることを教えてやろうぜ。さすがおさまつ兄さん、下水笑みがよく似合う。とは言ったものの、いいアイディアがないな。よし、こんな時はあの人に相談だ。あ、もしもし。俺だよ、俺。実はちょめちょめがカクカクしかじかでうんぬんなんだけど、どうしたらいいと思う？協力してか。わかった、やってみるよ。サンキュー。6人で協力するなら作戦を考えないとな。よし、お前ら、作戦は決定した。今から伝えていくぞ。まずカラマツはゴニョ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 。ふん、任せておけブラザー。しかしそんなことで邪魔になるのか。それで一マツはゴニョ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 。はあ、わかった。それからトドマツはゴニョゴニョゴニョ。お安い御用だよ、おそ松兄さん。僕の人脈をもってすれば朝飯前だね。僕は十四松は何もしなくていい。ひたすら様子を見ててくれ。様子を見る？僕スカウトマンになれるの？いい人材見つけちゃおっかな。あいあい、僕スカウトマン。スカウトマンからのスチュアート・カウフマン。よし、バチコイ、燃えてきたぞ。走る走る、マッスルマッスル。僕は何すればいいの？チョロマツは近所の人たちの苦情を集めてそれを伝えてくれればいいよ。じゃあみんな早速取り掛かるぞ。
ンションの工事は順調に進んでるざんす。このまま行けば今月中には完成するざんすね。高層マンションが全室売れればミーは大金持ちざんす。大工の皆さん、ますます気合を入れて頑張ってちょいよ。早く完成したらボーナスも出るざんす。うっす。ん？何の音ざんす？ちー、ムツゴが何しに来たざんす？ここがうちの前に高層マンションを建ててる極悪産業の事務所。僕たちから太陽を奪おうなんてそうはさせないからね。猫たちが遊びに来なくなるだろう。クソボケかすげ。なんかいきなり契約ざんす。一体何の勝ち込みざんす。お宅のとこが建ててるマンションのせいでうちは日当たりゼロになるわけ。だから工事は中止してもらうよ。それに近隣住民からの苦情もこんなに来てるからね。いきなり来てむちゃくちゃざんす。警察呼ぶざんす。問答無用だね。覚悟しろよ悪徳産業。行け、カラマツ。任せろブラザー。なんざんすか。それじゃあ俺が昨日見つけたカラマツガールズの話をしてやろう。俺は池の水面に映る自分が最もクールに見える角度を探していた。その時、そんな俺に恋した子羊が現れた。だが俺はすぐに言い寄ったりはしない。クールな男は自らのスタイルを持っている。そして常にそれを実践する。クールを求める俺に一目惚れしたカラマツガールズ。その恋する視線を感じつつ池の水面に映る自分と対峙する俺。そして太陽の光が水面に反射し、その眩しさにサングラスを傾けた時、最もクールに見える俺が見つかった。オーマイリトルカラマツガールズ。俺はその時初めて視線の方を見た。だがカラマツガールズの姿はなかった。なぜなら、もういいよ、痛すぎてこっちまでダメージ受けるよ。てかよく喋るな今日は。水面見ながらポーズ決めてる痛い男がいたら誰だって見るから。痛すぎてうつ映画見た後のような気分にさせられたざんす。ティシー、大工の皆さんがちょっと弱ってるざんす。よし、作戦通りだ。ふん、ブラザー、昨日会ったことを普通に話してくれと耳打ちしてきた時は何のことかと思ったが、これが狙いだったのか。ん？うん？次は市松、頼んだぞ。任せろ。次は何ざんすか。高層マンションのせいで日陰になったら日向ぼっこ大好きな猫たちが遊びに来なくなるだろうが、何考えてんだよ。だいたいあんな住宅街に高層マンションを建てたところで売れるわけないし、猫がベランダに登れないし、うっかりエレベーターで猫が屋上に上がっちゃったらどうすんだよ。屋上の猫に会えなくなるだろう。猫のことばかりざんす。日当たりとか全然関係ないざんすよ。キュー、シー、意外なところでダメージが出てるざんす。よしよし、次はトドマツだ。任せてよ、おそ松兄さん。あ、ちょうど来た。今夜これから合コンがあるんだけど、大工さんたち行かない？カフェで働くとっても可愛い女の子と、フラッグコーポレーションの受付嬢と地下アイドルも来るんだけど、どう？
大工の皆さんの心が合コンで埋め尽くされていくざんす。こうなったらお給料を倍にするざんす。残って働く方がお得ざんすよ。もう二度とないと思うんだよね。今日の合コンメンツが揃うのは行かないなんて選択肢ありえる。ね、なら赤字覚悟で給料を3倍出すざんす。出血大サービス。このままじゃまずいよ、おそ松兄さん。っていうか、重始末兄さんは何してるの。重始末ならそこにいるよ。ああ、な、何をそんなに見てるざんすか。ああ、なんざんすか。薄気味悪いざんすね。そんなに見ないでほしいざんす。ミーたちは何も悪いことしてないざんす。なんだか俺たち悪いことしてるみたいな気がしてきたな。しー、中心無垢な視線だけで大工の皆さんのやる気をゼロにさせるなんて。マンションは何としても完成させるざんす。こうなったら実力行使ざんすよ。チミたちを連れ去ってブラック工場で強制労働ざんす。それはこっちのセリフだ、ヤミ。数ならこっちの方が多いからね。しゃあ。え、あり、おかしいざんすね。ちょっと待ってほしいざんす。ここはお金で解決するざんす。今さらそんな話聞くわけねえだろ。しほら、ちゃんと働けよ。高層マンションの解体費用を稼いでもらわないと。ちー、そんなの100年働いても無理ざんす。俺だけで解決か。ま、一丁やってみるか。サンキュー。とりあえず高層マンションの工事現場を見に行ってみるか。もう結構出来上がってるのか。俺んち完全に日陰になるな、これ。ふむふむ、極悪産業ってとこが建ててんのか。よし、それじゃあそこに行ってみるか。住所をメモしてっと。おそ松兄さん、もしかして極悪産業に一人で乗り込む気？そうだよ。ま、お兄ちゃんに任せときなって。やれやれ、心配だし僕もついていくよ。お、かわいいこと言うじゃんか。それとも寂しい季節か、寂しい熱帯漁か。なんで熱帯で一人漁しなきゃいけないの。とにかくこの極悪産業の事務所に行ってみよう。住所的にここら辺のはずなんだけど。あ、あったよ、おそ松兄さん。ほら、極悪産業って看板が出てる。ここまで来といてなんなんだけど、やばい会社だったらどうしよう。そん時は逃げればいいよ。ま、俺たちを日陰者にしようなんて連中を放っておくわけにはいかないからな。いや、僕たちもう日陰者だけどね。うひょ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 、ぼったくり高層マンションは全戸完売。あとはさっさと建てて引き渡すざんす。それでミーは一気にお金持ち。おフランスにも行き放題ざんす。うひょ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 。よ、なんざんす、打ち入りざんすか。
こんにちは。ここが極悪産業の事務所ですか？って、お前は嫌味。そうざんす。ここはミーの会社ざんす。君たちに一体何しに来たざんす？極悪産業の悪事を暴きに来た。どうせ嫌味のことだから何か悪いことしてるんだろ。人聞きの悪いこと言わないでちょ。我が社は健全堅実公明盛大が社ぜざんす。後ろめたいことなんて何もないざんす。おそ松兄さん、これ脱税の資料。こっちはぼったくり価格でマンション販売をした証拠書類。これは嫌味の恥ずかしいポエム集。しーミーのオフランス仕込みのポエムまで見つけないでほしいざんす。おいおい、ずいぶん悪どい商売してるな。これを公表すればマンション建設が中止になるのは間違いなしだね。そんなことされたら人生の破滅ざんす。自業自得だろ。脱税の事実を世間に公表して俺たちの太陽を返してもらうからな。今回の巨額脱税について一言どうぞ。ミーは何も知らないざんす。ぼったくり販売に関してマンション購入者への説明責任はないとお考えですか？そういうことは法廷代理人に任せてあるざんす。女子大生との淫行疑惑について一言お願いします。しー、そんなことができるならしたいざんす。もう会見は終わりざんす。ふぅ、これで一件落着だな。そうだね、太陽のある生活が戻ってきそうで一安心だね。おそ松兄さん、これどうする？まさか極悪産業が倒産して建設途中のマンション解体を誰もしてくれないとは思わなかったぜ。これ明日も明後日も太陽が見えないね。まあニートに太陽とかいらないだろう。どうせ日陰者なんだし。談判か、うまくいくといいけど。とにかくやってみるか。いい結果期待しててくれよ。サンキューな。とりあえず工事現場に行ってみるか。すげえ、本当に目の前に立ってるな。てか現場監督って誰だ？そこら辺の人に聞いてみるか。すいません。なんざんす。あれ、いい闇じゃん。何してんのこんなところで。うひゅ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 、みーはここの現場監督をしてるざんすよ。今月中にマンションを完成させるざんす。え、マジ？じゃあ話が早い。このマンションのせいでうちがずっと日陰になるんだ。困るから今すぐ工事やめろよ。それはできない相談ざんす。ただでさえ工事が遅れてるっていうのに。さ、邪魔するつもりなら帰ってちょ。なんだよ、俺たちがずっと太陽の光を浴びられない生活でもいいっていうのかよ。知ったことじゃないざんす。こっちは月末までに完成させれば成功報酬がたくさん出るざんすよ。あ、いいことを思いついたざんす。ジミー、ここで働かないざんすか？誰が働くかよ。絶対に働かないざんすか？自分家を日陰にする工事をなんで手伝わなきゃいけないんだよ。本当に手伝わない？なんだよ、妙にしつっこいな。今なら特別に日給10万出すざんす。おい、やみ、ヘルメットと作業着はどこだ？うひゅ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 、すぐに持ってくるざんす。
これはいいざんすね。もっとニートたちを働かせるざんす。え、工事現場で働かないかって？バカ言わないでよ。でもおそ松は働いてるざんすよ。おそ松兄さんが？でもマンション建設をやめさせるために地下談判に行くって言ってたのに。実は今なら日給でこれだけ出すざんす。指一本？つまり100万円？ねえ、ヘルメットと作業着はどこ？ちぇー、違うざんす。10万円ざんす。ちぇ、でもカフェの10倍以上か。それだけのお金があれば…じゃあ、こっちに来て作業に加わるざんす。手抜きしたら承知しないざんすよ。これで活性がより早まるざんす。反対派を味方に引き入れて攻撃も縮めるなって、ミーは天才ざんす。うひゅ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 、ついに完成したざんす。これでミーは成功報酬で大金持ちざんす。異様に働かせまくった甲斐があったざんす。はあ、疲れた疲れた。こっちも随分と儲けさせてもらったぜ。日払いで10万なんてなかなかないからね。ミーもチミたちもお金持ちになってウィンウィンじゃんすね。いや、勝ったのは俺たちだけだよ。どういう意味ざんす？それはこういうこと。このマンションの柱を1本抜くと、完成したばかりのマンションが瓦礫の山になったざんす。じゃあそういうわけで給料サンキュー。これで合コンに行く服が買えるよ。ありがとう、イヤミ。鬼、悪魔、疫病神、これでミーは借金地獄ざんす。やっぱ日向ぼっこは気持ちいいね。はあ、極楽極楽。